とは嘘であるとか見抜ける人でないと難しいものがあるでしょうねそれのニュースを聞いた時に不快感を覚えた自分に驚いた何ですか謝像って一つくのやめてもらっていいですかそ<れ>それ明らかになってあなたの感想ですよね何<う>かそういうデータあるんですかあ、それはでもそういうふうにしか理解ができない知能の問題ごめんなさいスーパーの副店長をやっていて転職に有利なことってあると思いますかまあスーパーに転職するんだったら全然いいんじゃないですか 転売屋やってます。いわゆるボットと言われる自動購入ソフトで商品を購入してるんですが、これが威力業務妨害に該当する可能性ありますかえっと、あの、計算機不正使用なんちゃらっていう方に触れる可能性ありますね。よくそのボットが回ってきて、そのウェブサイトを見るように作られてるわけではないので、そのボットでアクセスすることっていうのが、その本来の計算機の使い方ではないっていうので、 あの、昔、図書館のサイトに、その自分が借りたい本があるかどうかチェックするっていうので、1日に60回ぐらいアクセスするボットを書いた人が逮捕されたんですよね。要はその、あの、パソコンに必要以上にアクセスをかけの負荷をかけるというのは、それはその、まあ、威力妨害であるみたいな感じで。 というので、その逮捕された実例があるので、ボットを回してるというのが、その本来のうちのサイトの使い方と違いますっていうので、警察に行って、警察が本気で動いちゃった場合は、逮捕される可能性ありますよと。えー、大学生で900万円くらいのレクサスに乗ることにより、利点と不利点を教えてください。お金がもったいない。 <laughs> えっと、利点で行くと、まあ,あの、死ぬほどお金があるんだったら別にどうでもいいと思うので、あの車って便利だよねって話ですと。で、不利な場合は、あのお金がもったいない <laughs>。以上ですかね。はい、えー。大学3年生です。アニメスタジオでの就職を考えてるんですが、労働環境や風土、将来性の不安が抜けません。夢諦めが多いですかはい。あの、労働環境とか将来性とか考えるんであれば、 アニメータータになっちゃダメですよ <laughs> あの要はその労働環境とか将来性を考えないアニメ好きな人がアニメーターになるのでどんどん給料安くなるんですよ。で儲からないアニメ作品いっぱい作れちゃうんですよ。要はそのアニメの制作のコストが安いので儲かりもしないアニメを作っちゃうんですよ。でもじゃあアニメ一作作るのに人件費で1億円かかりますってなるとちゃんとしたアニメしか作らなくなるじゃないですか。 で、ちゃんとしたアニメーターに頼んで、きちんとした給料払うっていう形になるんですけど、今、アニメーターが安いので、とりあえずアニメ作っちゃおうかみたいな自転車操業になっちゃうんですよ。なので、その将来性とか労働環境っていうのを考えるのであれば、アニメーターを増やしてはいけません。えー、友人が書道家です。現在、教室とホームページデザインで事業、請求を立てています。今後、飛躍するために何かアドバイスをください。 ま、なんかあの、無料で書道でロゴ書くみたいなのをやって、その YouTube とかでずっとそれを宣伝し続ければイラスト屋さんみたいに名前売れたりするんじゃないですかね。えー、おいらの切り抜きという名前で切り抜き動画したいんですけど、著作権の問題はガジェット通信に言えば許可してもらえますかひよやさんに確認してみてください、えー。新卒でテレビ局志望なのですが、いろんな人に反対されます。今後のテレビ業界どう思いますかえっと、テレビ局に就職できるのであれば全然いいと思います。あの、 制作会社に入ってテレビ局で働くはテレビ局志望ではありません。なので制作会社に入っちゃうと、ガチでその体力ひたすら使って給料低いという状態になるので、テレビ局に入るのであれば全然いいと思います。ただ地方だと結構きついですよね。作業療法士です。アプリ開発に興味があります。リハビリのスキルを活かすことは可能でしょうかなんかその、 リハビリのその、なんか家でできるリハビリの、じゃあその、1日にこの作業やってくださいとかで、じゃあこれをやったら次これやってくださいみたいな、その、リハビリのスケジュール管理のソフトだったりみたいなのって、割とそういう知識があり人しては作れないので、そんなの作ってみるといいんじゃないでしょうか。ゾンビ映画を見ていて思ったのですが、有事の際は銃が身近な国の方が自己防衛の面で有利な気がしてしまいました。今後パンデミックがさらに悪化した場合、銃の需要は高くなるのでしょうか えっと、アメリカは今銃めちゃくちゃいっぱい売れてますね。あの、なんか銃がすげえ売れて、あとひよこがすげえ売れたんですよね。その、まあ、あの、悪い人がいるので銃がめちゃくちゃ売れて、で、その悪い人が来た時も生き残れるために、ひよこを飼ってると卵を産むじゃないかっていう理由で、ひよこがすげえ売れるっていうあたりが僕はアメリカが頭悪くて大好きなんですけど、まあ、とはいえ、その治安が悪くなると銃が売れるっていうのは当然だと思います。 えー、すぐ医学稼げそうとかいう勘違い未経験ウェブエンジニア希望が大量発生してます。今のプログラミングスクールはそういった無経験を騙しているように感じ社会役だと思ってま真汐力さんの考えを聞かせてください。うん。多分その大量に使えないやつが作られた後にそれなりに使える人たちが残るっていうのがあるのと、あとプログラマーが社会に増えるとそのプログラマー的な考え方とかパソコンを使う人が世の中に増えるので、 結果としてその社会の IT の速度が上がる気がしてるんですよね。要はその今のなんかおじいちゃんおばあちゃんとかってあのスマホ使えませんみたいな人いっぱいいるじゃないですか。で、そのプログラマーの知識はあるけど結局プログラマーとして働けませんみたいな人たちがそのスマホをつつ教えてくれる先生みたいな形の仕事をし始めるしかないよねみたいなので、 で、その高齢者に対して、その IT だったり、スマホだったり、家のパソコンの設定だったりするっていう人になってくんじゃないかなと思ってて。で、なので、多分10年、20年ぐらいすると、その PC とか使うの当たり前だよねっていう時代になるためには、そういう人たちがいっぱいいた方がいいんじゃないかなと思うので。なので、あの、長期的にはありなんじゃないかなと思ってます。で、短期的には、あの、使えない癖野郎がいっぱい出てくるので、めんどくせえってなると思いますけど、ただ、あの、優秀な人は優秀な人で全然食えると思うので。 使えない人が騙されて金を巻き上げられるっていうのは、あの、ゴールドラッシュもそうなんですよね。あの、カリフォルニアでゴールドラッシュっていうのがあって、まあみんなでその金掘ったらなんか儲かるっていうので、そのアメリカのみならず世界中からこう、金を掘る人っていうのは来たんですけど、その一日中掘っても金に当たらない人ばっかりなんですよ。で、一番儲かった人って、金を掘った人じゃなくて、金を掘る人に金を掘る道具をレンタする業者っていう方が儲かるんですよ。 なので、その、ゴールドラッシュみたいなことがあるときって、必ずその周りにゴールドラッシュに、その知識だったり道具を提供するところは儲かるっていうのがあるので、現段階には今そのプログラマーがある種ゴールドラッシュなので、プログラマースクールが儲かるっていう状態なんじゃないかなと思います。え、大学在学中にアルバイトやフリーランスのアプリ開発で月に10万稼ぐことは可能でしょうかはい、可能です。別にあの、 なんか、大学生かどうかとかであんまり書けなくて、まあ、アルバイトだと時給なんで無理だと思いますけど、あの、自分でアプリ作って売り上げ立てればいいだけなので、別にそれアプリじゃなくても、アフィリエイトのサイトでもいいんですけど、なので、あの、売れるものを作れば金稼げるよねっていうのは別に、大学生だろうと社会人だろうと関係ないので、えー、国民性や県民性ってどこまで信用に足るものだと考えてますかえー、と、ひろきさん的にこれは例外ないだろうというものがあれば教えてください。 えっとあの、ある種のその文化って傾向があるので、その傾向は割と当たるんですよね。例えばその北海道だとあの、離婚率が高くて、その女性のお酒を飲む割合とか、女性のタバコを吸う割合が高いとかっていうのがあるんですけど、で、その、もともと北海道って、あの、古くからあるある家庭ってないんですよ。 その地方とかだとなんかその何百年も続いてる旧家みたいなのがあってその家のルールに従ってその長男は家を継ぐみたいになるんですけどその北海道って何だかってやったの明治維新以降にその屯田兵としてきた人たちが家建て,てたりするんでその家の伝統みたいなのがそもそもないんですよね。でそのあのロシアとかも割と男女平等なんですけどあのロシアとかスウェーデンとか。 雪が深い地域って男女平等になりがちなんですよ。まずあの、雪かきとかしなきゃいけないから誰でも仕事をしなければいけないと。なので、その、 沖縄とかだと人が働かなくてもだらだら暮らせるんですけど、雪国とかになると、そもそも人がそんなに少ないから、どんなやつの労力でも使わないと、とりあえずもう雪かきできないし、その食べ物運んでくるとかも誰かの手を借りなきゃいけないので、もう男でも女でも子供でも全員働けってなるので、その女の人でも仕事が見つかりやすいんですよ。 要はその男は仕事見つかるけど女は見つからないみたいな、ああいうそういう差別がないっていうのと、あとますすきのがあるので、とりあえずあの、そこそこ若ければすすきの行けばすぐ稼げるっていうのがあるので、なんかあの旦那がムカついたらすぐ離婚するとか、なんか嫌なことがあったからすぐ酒を飲むとか、別にあのなんか女性だからタバコを吸うのはいかがなものかとかいうなんかうるせえ旦那だったらさっさと離婚するみたいなのがあって、なのでその割と女性が自由だったりするんですよね。でこれが県民性って言われたりするんですけど、そんな感じでその、 地域によってその地域ができた歴史っていうのがあって、その歴史によってそこのもの、人のものの考え方っていうのが変わったりするので、あの、全員が全員そうっていうわけじゃないんですけど、そういう傾向があるよねっていうのはあるんじゃないかなと思います。 え、ひろゆきさんエゴサしますかはい。私は年収5000万程度の漫画家です。エゴサをするときっと戦えているだろうと分かっていて怖いんですが、それを見てみたくなる衝動に変わります。ひろゆきさんは私より何倍も稼いで何十倍も知名度なのかだと思うし、もしエゴサをするときに悪いこと言われた時の心構えなどあったら教えてください。もしそれになられたら、私も上下をしてみたいと思います。えっと、傷つかないんですよね。<laughs> あの、なんだろうな。 例えばじゃあその、僕がその中死んだ魚を目をしている性格の悪いデブであると言われてたとしましょうと。で、あ、そう考える人がいるんだって思うだけで、別にそれを否定しようと思わないんですよね。まあその、性格悪いは確かにそうなんで。<laughs> あ、ですよ、僕性格悪いんですよねって思うんで、なんか、その、その人がそう感じること自体をあまり変えたいとか思わないんですよね。で、 別にほら、あの、会ったこともない知らない人が、その自分のことを悪、その性格悪いとか、その不細工だと思ってたとしても、まあ別にまあそう思うんだよなっていうだけで、実害がないんですよね。なんだろうな。あの、例えばじゃあ、横に犬がいるときに、なんか服着替えるときに、恥ずかしいとか思わないじゃないですか。 あの、知らない人がいたときに、そのなんかじゃあ、あの、着替えをするときに、なんか、人の前で下着になるのは恥ずかしいとかあると思うんですけど、そこに犬とか猿がいたときに、恥ずかしいという感覚ってないと思うんですよ。で、あの、 昔あのアメリカ人がその日本に駐留してた頃にそのあのまあその白人の家庭のそのなんかあの世話をする人っていうので日本人が雇われてたんですけどその日本人がいても全然気にしないで女性も着替えとかしてたんですよねあの普通に服脱ぐし下着も見られるしでそれは別にその家来である日本人に見られたとしても何にも恥ずかしいと思わないですよだって犬とかに見られても恥ずかしいと思わないでしょ っってていうのがあってその自分にとって価値のない人たちがそれを見て何を思おうと別に知ったこっちゃないよねと。まあ、記事で見らられたら恥ずかかししいかもしれないもなけど <laughs> っていうのがあってその自分がなんかじゃあ自分の友達とかに誤解をされたら「いやいやそれ誤解だよ」っていうのを説明したくなる気持ちはあると思うんですけどなんか赤の他人のどうでもいいことに何を思われようと別に全然気になんないと思うんですよね。 っていうのなので、なんか、そもそもなんか、それで気分が悪くなるというよりも、あ、そういう考えの人がいるんだ。で、その、なぜそういう考えに至ったのかっていうので、あ、こういう行動ってそういうふうに思われるんだっていうので、その、例えば僕、あの、他人をすごい馬鹿にするじゃないですか。で、あの、なるべく僕バカにするときに、馬鹿にする理由をつけてるんですよ。その、頭が悪いっていう言い方を僕よくするんですけど、その、頭が悪い理由は必ずつけるようにしてるんですよ。 要はその1たす1の計算ができないから頭が悪いとか。なのでその、あの、根拠があって頭が悪いを言ってるので、で、それさえ解決すれば別にいいのに解決しないから頭が悪いって言ってるんですよね。その、僕の知り合いのひぎわりさんがその痩せたいって言って毎晩毎晩脂っこいもの食ってるんですよ。で、それ頭悪いじゃないですか。なのでその、痩せたいのであれば食べなければいいんじゃないでもそれ食べてるから頭悪いよねっていうので、 例えその理由があるので頭が悪いって言ってるんですけど、その他人に対して頭が悪いという人は言葉遣いが悪いし性格が悪いっていう表現をする人がいるんですよ。で、それを、あ、そういうふうに考えるんだ、頭が悪い人はって思って僕は納得するみたいなのがあって、なのでその自分が何かこう評価された時に人はなぜそう考えたのかっていうのを知る機会としては全然便利なのでいいんじゃないかなと思ってますけども。 彼女の酒癖がひどいです。病院でうつ病の薬なども処方されたらしいのですが、全く改善しません。付き合いがあるので酒を一切飲まないというのも難しいです。どうしたら良いでしょうか無理です。何度も質問しているので、詳しい回答をお願いしたいです。無理です。えっと、アル中って病気なんですよ。で、あの、病気のアル中の人は一生治りません。あのね、ごくたまに寛解する人はいるんですよ。 いやそのアルチューであることを自覚して、ほとんどアルコールを飲まないようにするとか、そのアルチューであることを自覚しているので、ちょっとだけ飲んで抑えるっていう理性で一生懸命抑え込んでるっていう人はいるんですけど、ただ、深酒しちゃうとアルチュー再発して、その記憶がなくまで飲み続けるみたいなのがあって、なので、アルチューって治らないんですよ。まあ、詳しくは、あの、サイバラリエコさんの、あの、元々の旦那さんがアルチューで、 その後体壊してゃなくなってしまうっていう漫画もあるんですけど、なので、あの、アル中は隠すことはできるんですけど、治りません。で、あの、うつ病の薬を飲んでるっていうところまで行くと、多分もう精神的にかなりきつい状況になってるので、その、精神的にきつい状況の人がアルコール中毒を止めるっていうのはもうまず無理です。いや、その、ある程度精神的とか経済的に余裕のある人が、そのアル中を隠すことはできるんですよ。 その自分の理性とかでコントロールできるだけの余裕があるので、その隠すことはできるんですけど、ただその、うつ病で薬飲んでるってなるともうそういう余裕もないので、もう治らないという前提で付き合うしかないんじゃないかなと思います。Who's fault? i s our fault or your fault?Who's f a u l t c h o o s e w h o s fault? いや、ね、どこるんですか <laughs>